ゆりです。今日は香港の黄色いお店についてお話しします。2019年民主抗議活動支持を表明した飲食店は黄色いお店に分類されます。国安法の制定以来、表立ってアピールする店は減りつつありますが、そんな中でも果敢に攻めている3点を今日はご紹介します。この香港ガイアウのデザイン文字はよく黄色いお店にあります。小物類、例えばキーホルダーやバッジ、絵はがきなどを販売しているお店も多くあります。売上金は民主活動派で逮捕された人たちの支援などに使われています。このレッドオブジェクトというお店はトマトスープのヌードルが美味しいお店ですが、私は最近は混ぜそばにハマっています。今年はオープンライスのアワードにもノミネートされていました。いつも行列です。2点目です。何も文字のない付箋が貼られているお店はだいたい黄色いお店です。無言の抗議、文字がなくてもみんな表現したいことはわかります。コロナ対策用の入店記録の紙が大量に用意してあるのも黄色いお店の特徴です。携帯でバーコードをスキャンする人より紙に書いて提出する人の方が多いです。また関連するポスターや掲示物なども多く店内には貼られています。抗議活動は路上だけでなく、こういった掲示物も多く使われていたのが特徴でした。自分の得意能力を使って戦っていたわけです。このお店は餃子屋さん、私が好きなのはトマトと卵の入った餃子です。ついに3点目です。黄色いお店の特徴はもうすでに大体お話ししましたが、味と値段にうるさい香港人、黄色というだけで選んでいるわけではありません。こちらのラーメン台風 R もしょっちゅう行列ができるお店です。まずグッズ類を見てみましょう。お店によって置いているものが少しずつ違います。ピンバッジ、マスクケース、絵はがきがあります。真ん中のピンクの豚ちゃんは抗議活動のマスコット、こちらのカエルくんもマスコットです。黄色いカッパは抗議活動中に亡くなったリョウさんを偲んでいるモチーフです。イラストの中ひときわ目を引く鍋、鍋の底とは立法会の外にあるデモエリアのことを指しています。抗議活動が勝利したら鍋の底でマスクを外して集まろうという約束があって、それまで頑張ろうというイラストです。はい、こちらコロナ対策用の入店記録の紙です。じゃーん、来ました。夏季限定メニューの冷やし台風、これがあるので今年は冷やし中華ロスにはなりません。そしてこちらの台風のオリジナルのビール、ちょっとスモーキーなクラフトビールです。そして定番メニューは魚粉豚骨のつけ麺、チャーシューとして乗ってるのが低温熟成させたまるで生ハムのようなお肉です。ごちそうさまでした。黄色いお店と一言で言ってもそのお店ごとに特徴があります。ぜひ機会があれば食べに行ってみてください。ここのお店はなんとアニメフィギュアが結構揃っていて、めちゃめちゃレアなアスカのフィギュアもあったりします。以上、ゆりでした。